はい、家でできる筋トレ、今回は正しいベーシックスクワットのやり方を、紹介したいと思います。一緒に鍛えていきましょう。はい、まずは足を肩幅より気持ち広く開きます。つま先を約30度外側に向けます。はい、この状態で背筋を伸ばして胸を張ってください。で、骨盤を前傾、キュッとお尻を突き出します。骨盤を前に倒します。この状態で斜め後ろでお尻を引いていきます。手は頭の後ろに添えてください。骨盤前傾、斜め後ろにお尻を引いていきます。で、注意点なんですけど、極端に体を前傾前に倒してお尻を引きすぎないように気をつけてください。これ NG です。大事な大腿四頭筋への負荷が軽減されます。ももの前側を、しっかり鍛えるためにも、あまり極端に体を前に倒さないように気をつけてください。大事なのは角度。沈んだ際、膝関節、股関節、ここの角度が同じになるように意識してください。角度を同じにすると太もも、お尻、腰の筋肉、バランスよく、鍛えられます。しっかりね、最後しゃがんだ際、角度が同じになるように意識をしてみてください。では、一緒に鍛えていきましょう。約30度膝を軽く曲げて、はい、骨盤前傾、手を添えて肘を開きます。胸を張って斜め後ろにお尻を引いていきます。最後、膝は伸ばしきらないでください。ゆっくり沈んで少し止めて戻ります。では一緒に10回いきましょう。せーの、1、2、戻す、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。深呼吸。はい、これを大体30秒から1分ぐらい休憩して、あと1セットから2セット行っていきましょう。はい、では、もう1セットいきます。先ほども言いました。体は極端に前に倒さないように、してください。最後、股関節、膝関節と同じ角度。では一緒に鍛えていきましょう。10回、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。はい。で、今やってみて、きつい方はもう2セットで十分です。余裕のある人はあと1セットチャレンジしてみてください。はい、では、いきまーす。はい、10回いきます。はい、せーの、1、2、3、4、
極端に体を倒さないように6、7、8、9ラスト、はい、OK です。よし、以上、正しいベーシックスクワットのやり方でした。さっき言いました、あまり極端にね、体を前に倒して、お尻を引きすぎないようにね、気をつけてください。真下、斜め後ろの尻を引いて、同じ角度になるように意識してください。はい、以上、スクワットでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。